日本の次期戦闘機開発予算914億円が閣議決定されたという情報をキャッチ入手したよ。日本にしては思い切った予算だよな。そうだね。さて今回は、この次期戦闘機開発について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。F3 戦闘機の開発が次のステップへの土台となり、次の F4 戦闘機は完全な国産化を目指すという話が出ているんだけど、ただ、現代の状況を考えると、戦闘機がこれからも必要かどうかは疑問なんだ。新進プロジェクトの XF9 エンジンを活用し、もっと早く国産戦闘機を実現できないのかとも思うよな。2023年12月22日、政府が2024年度令和6年度防衛予算案を閣議決定したことが発表され、それによると、2024年度防衛予算案は総額7兆9496億円の巨額に上り、過去最高金額になったらしいよ。その中で640億円が日本が初めてイギリス、イタリアとの共同開発を進めている次期戦闘機の基本設計及びエンジンなどの開発費用に、当てるとされているんだ。さらに次期戦闘機の関連費用として、イギリス、イタリアと共同で設立する予定の共同開発機関への拠出金42億円が計上されました。これは概算要求から2億円の上積みとなっているね。また次期戦闘機と連携して運用する予定の無人航空機研究など関連 AI 技術研究費として48億円を計上しているぜ。そして次期戦闘機に搭載する予定で日本独自に開発を進めている次期中距離空対空誘導弾用284億円を計上するなど、総額914億円に達しており、8月末の概算要求に4億円も積み増ししたことになるな。次期戦闘機開発計画はグローバル戦闘航空プログラム GCAP GCAP という呼称で進めていくと日本、イギリス、イタリアの3カ国政府から2022年12月、発表されていたよ。2023年12月14日には3カ国の防衛省が次期戦闘機開発計画 GCAP を合同で管理する機関として、GIGO GCAP 政府間機関、本部はイギリスを設立し、初代トップには日本人を置くと発表しているね。日本の次期戦闘機開発の流れを紹介すると、2035年には現在運用している純国産 F2 戦闘機の退役時期になるため、その後継機を純国産で開発したいということから始まったよ。アメリカ製戦闘機の購入やライセンス生産ではないということだな。当初は F1 戦闘機から F2 戦闘機へ受け継がれてきた純国産戦闘機の流れを受けた開発だったので F3 戦闘機と呼ばれていたんだけど、2010年平成22年8月に防衛省が将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンを公表、将来の戦闘機のコンセプトモデルとして I3 ファイターを提唱したんだ。I3 ファイターの技術研究は、機体のステルス性研究開発は当時の防衛省技術研究本部現在の防衛装備庁が主体になり、三菱重工業がステルス実験用航空機 X2 を試作し、2016年4月22日に初飛行、2017年10月31日まで合計で32回の飛行試験を行い、ステルス性や機動性の検証を進めました。エンジンも国産製造を念頭に置いた上で、総発のハイパワースリムエンジンというコンセプトを提唱し、IHI が XF9 エンジンを開発したよ。アビオニクス飛行用の電子機器関連なども含めて全てを国内企業が主導する形が開発方針とされ、様々な関連技術の研究開発を進めていたってわけだね。2020年度令和2年度防衛予算に初めて I3 ファイターの開発予算が計上されたことに伴って、それまでの呼称を改め次期戦闘機と呼ばれるようになり、そして2020年10月、三菱重工業を開発主体として選定、正式に開発契約を結んだことが発表され、その他の企業として三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル東芝、富士通、日本電機 NEC の7社の参画も明らかにされ、いわば国内企業の総力を結集して開発を進めることが決定されたということになるよ。このように純国産で最新鋭戦闘機を開発する体制が整ったが、しかし、
これまで戦闘機開発についてはアメリカの統制下にあって、F2 戦闘機も純国産でありながら機体設計はロッキード・マーティン製の F16 ファイティング・ファルコンの焼き直し、エンジンもゼネラル・エレクトリック製エンジンのライセンス生産だったぜ。アビオニクスなどは日本独自の技術が織り込まれて生えたが、コアの部分はアメリカによってブラックボックス化されていたわけだ。こういった苦い経験から、防衛省は日本国内企業だけでの次期戦闘機開発は困難と判断。海外で戦闘機開発に携わっている企業の技術協力が必要として、今までの経緯からロッキード・マーティンとボーイング、イギリスの BAE システムズの3社に技術提携を模索していたらしい。2020年12月、防衛省はこれまでの関係が深かったロッキード・マーティンを提携先に選ぶ方向で調整していると公表。次期戦闘機インテグレーション支援としてロッキード・マーティンが技術を持っているミッションシステムインテグレーション、運動性能とステルス性の両立、コンピュータシミュレーションを駆使した設計作業の技術について支援を受けると発表したんだ。しかし2022年5月頃からは、次期戦闘機開発の技術開発支援企業をロッキード・マーティンからイギリスの BAE システムズに変更する可能性があると指摘されるようになってきたぜ。その理由だが、次期戦闘機開発計画とアメリカ軍の次世代戦闘機計画との連携度が低いこと、アメリカ軍の次世代有人戦闘機の開発計画が進んでいないため、ロッキード・マーティンの関心が低いことが挙げられているな。その一方、BAE システムズはイタリアなどとテンペストと呼ばれる次世代戦闘機の開発が進んでいて、時期的にも日本の次期戦闘機開発と重なることがあり、さらに他の装備品についてもイギリスとの共同開発案件が複数進行していることも理由にされていたらしい。2022年7月19日にはイギリス政府が日本及びイタリアと、次期戦闘機の開発で協力を強化すると発表。それを受け2022年8月14日、日本の次期戦闘機開発計画とイギリスのテンペスト計画を統合して、共通機体を開発する方向で最終調整に入ったという事実が日本政府関係者によって明らかにされたよ。こういった経緯から日本政府は、ここまで次期戦闘機開発は日本主導で進めると旗印に掲げてきたので、防衛省内には GCAP を合同で管理する GIGO のトップは日本が抑える必要があるという声が高く上がったんだ。戦闘機開発では技術的に日本より優れているイギリスに GIGO 本部を置くことは妥当ではあるんだけど、こういったことで組織のトップが日本人になったと思われるよ。次に3カ国の提携企業について紹介すると、機体開発は日本の三菱重工業とイギリスの BAE システムズ、イタリアのレオナルドの3社が共同で開発を進めていて、エンジン部分は日本の IHI とイギリスのロールスロイスが中心になり、イタリアのアビオも加わる予定となっているんだ。電子システムは、日本の三菱電機とイギリスのレオナルド UK、イタリアからレオナルドとエレクトロニカの4社が担当するみたい。蒸気企業の中から三菱重工業、BAE システムズ、レオナルドの3社は共同企業体 JV を設立し、本部はイギリスで初代トップにはイタリア人がつくんだって。防衛省は2035年度までに次期戦闘機初号機の配備を目指しているようで、導入数は少なくとも約90機を想定しているね。また GCAP の一つイギリスも現行の戦闘機ユーロファイタータイフーンの後継機として2035年までの配備を目指しているらしいな。ここまで読んできて一番気になるのは何かと言ったら、やはり原資だろうな。と言っても、国債発行高はすでに限界近いということだし、やはり税金からということになるかもしれないぜ。旧民主党政権時代の事業仕分けを思い出したんだけど、あれほどスピーディーに雑にしなくても、じっくり吟味して無駄な事業や交付金などを減らすよう、努力してもらいたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。